今までの衣装をいろいろと見させていただきながら、まあ、派手さだったりとか夏に向けて の露出感だったり、なんかそういうところを意識した衣装にしてほしいという話があったので、まずはその辺を意識しつつ、あと今後でライブでも使っていくということだったので、今後のライブでも使えるようにステージに立った時にいかに彼女たちが輝くかっていうところも意識しつつ、まあ、やっていたっていう感じですかね。はい、今回衣装を実は生地から作っておりまして、柄の生地なんですけど、左半身ですかね、左半身の生地、あの柄の生地に関してはオリジナルで作っております。一人一人色を変えるっていうのだとやっぱり色が散らばってしまって統一感がないので、なんかまとまりが出ないかななんていうところで、歌詞にも花火とかそういうなんかちょっと意識したようなものが出てくるので、ちょっと夜景だったりとかそういうものを意識したような柄にしつつ、ジャカード織りのラメのサテンを使って、その上にプリントをしているってちょっとキラキラするんですけど、そういうのもやっぱりちょっと花火 そのキラキラした感じだったりっていう表現できればなっていうところで、まあ、それぞれのキャラごとにメンバーに振り分けてみた赤であったりとか青だったりとかサイバーの感じじゃなくて、どっちかっていうと60年代ぐらいのレトロ感というか、ちょっとレトロのワンピースとかをイメージして可愛いガーリーな感じに落ち着けられたまあ、自分自身やっぱり、彼女たちのそういう衣装を着た姿を、まあ、ステージに上がってる彼女たちを見るのがすごい好きなんですよ。やっぱりなんかおーってなってる自分で、それに対してやっぱり自分もおー僕が作ったの着てなってるんですけどお客さんからさらにそこに可愛いとかすごいっていう声があると純粋にすごい上がってます。やっぱり嬉しいもんですね。めちゃめちゃ嬉しい。そのためにやってるのもはちみつロケットの皆さん、サードシングル発売おめでとうございます、ね、本当に皆さんね、めちゃくちゃ現場でも元気で、僕結構元気テンション高い方なんですけど負けちゃうぐらい負けてるんですけど、どう反応していいか分かんないぐらい元気で、なんかね本当にステージ見ててもその元気な感じが伝わってくるので、どうぞねこれからもいくつシングルが発売されてもその元気を売りにしてステージももう精一杯やりきってやるぐらいの感じで行ってもらえれば嬉しいなと思います。頑張っていきましょう。